フィタリエン・ブリューダー、ビターリエン・ブリューダーは、14世紀の北海やバルト海で活躍した、主力戦、後には海賊たちの集団、ギルド。14世紀、デンマークの支配者、マルグレーテ一世は、スカンディナビア半島における覇権をめぐって、メクレンブルク家のアルブレクトと争っていた。アルブレクトは1364年に、スウェーデンを、1383年に、 メクレンブルク公に即位していた。彼は1389年にマルグレーテ一世に敗れて、息子エーリヒ一世と共に捕らえられ、スウェーデン王位を奪われた。しかし1392年に彼は巻き返しを図り、デンマークと戦うべく、後にフィタリエンブルーダーとして知られるようになる、者たちを雇い入れた。マルグレーテ一世の軍がストックホルムを包囲すると、 フィタリエン・ブルーダーの封鎖突破船が海戦の末に海上包囲を破り、ストックホルムへの補給船を確保した。ビタリエンの語源はラテン語のビタリアすなわち食料である。彼らの名はこの歴史上最初の任務となったストックホルムへの補給作戦に由来している。フィタリエン・ブルーダーの組織はフラタニティあるいはギルドの形態をとっていた。 1392年の時点で彼らにとっての最大のライバルはハンザ同盟都市でデンマークを支援していたリューベックだった。一方でハンザ同盟の他の大部分の諸都市は海上交通の要衝を支配するデンマークが勝利することを望んでいなかったため当初フィタリエンブリューダーを支援していた。1392年から数年のうちにフィタリエンブリューダーはバルト海における 一大勢力に成長した。ロストック、リーブニッツ、ビスマール、シュトラールズントなどの都市は彼らに避難校を提供した。しかし間もなく、フィタリエンブリューダーは公然と海賊行為を働くようになり、沿岸地域を襲撃した。1393年にはベルゲンを初めて略奪し、1394年にはマルミを征服した。またフィタリエンブリューダーは、 フリースラントやシュレースビヒの一部を制圧した。さらに彼らは、トゥルク、ビボルグ、ステューレホールム、コルソルム、ヘルシングランド地方セーデルハムンのファクソム城を略奪した。フィタリエンブリューダーは、この1394年に、スウェーデン領、ゴットランドを征服し、ビスビューに本拠地を築いて、絶頂期を迎えた。さらにその後、彼らは、 フィンランドのトゥルク諸島まで遠征した。トゥルク常識ヌート・ボッソンはメクレンブルクのアルブレクトと同盟していたため、フィタリエンブリューダーが彼の管轄地域で活動するのを許したばかりか、略奪を助けさえした。バルト海交易や日芯量産業は彼らの活動によって事実上崩壊した。マルグレーテ一世はイングランド王リチャード二世に助けをこい、 海賊と戦うよう求めすらした。しかし1395年以降、マルグレーテ一世は政治的に優位に立ち始めた。彼女はデンマーク、スウェーデン、ノルウェーの三王国を連合させて、カルマル同盟を結成した。この巨大勢力の出現を前にして、ハンザ同盟はマルグレーテ一世に協力せざるを得なくなり、これが彼ら自身の没落の予兆ともなった。一方で、 アルブレクトは、ゴットランドを、制意役地とすることを、ドイツ騎士団に認め、同盟を結んだ。1398年、総長コンラートフォン・ユンキンゲン率いるドイツ騎士団が、ゴットランドに侵攻、征服した。ビスビューは破壊され、フィタリエン・ブリューダーは島を追い出された。1401年のシュテルテ・ベーカーの処刑。 1701年のニコラウス・サウアーの農単木藩がフィタリエン・ブリューダーが破れてゴットランドを出て行った後、ハンザ同盟は何度もバルト海の海上派遣を握ろうとしたが失敗した。というのもまだフィタリエン・ブリューダーの残党が各海域に残っていたからである。彼らはボスニア湾、フィンランド湾、ゴットランドを追われるとエムス川川口のシュライ湾やフリースラントの各地に 拠点を移した。フィタリエン・ブリューダーの後継者たちは、リケデーラーを名乗った。彼らは、戦利品を沿岸地域の貧者に分け与えたのである。リケデーラーは、北海や大西洋沿岸にまで活動範囲を広げ、ブラバントやフランス、さらにはスペインまで南下して、沿岸を襲撃した。フィタリエン・ブリューダーあるいはリケデーラーの指導者としては、クラウス・シュテルテベーカーが名高い。 彼は1394年頃にフィタリエンブリューダーとして歴史上に現れる。シュテルテ・ベーカーは定地ドイツ語でビーカー一杯を飲み干すものを意味する。この名は彼がビーカーを口から離さず4リットルものビールを飲み干したという逸話に由来しているあだ名だとされている。ただ、この名は単にビスマール出身の生まれ持った姓である、可能性もある。1401年。 シモン・ファン・ユトレヒトと戦艦文的予号を率いるハンブルクの小艦隊がヘルゴラント島付近でシュテルテベーカー艦隊を捕捉した。3日間にわたる絶え間ない戦闘の末、シュテルテベーカーと彼の部下たちは敗れて捕らえられ処刑された。しかしその後もリケデーラーの沿岸襲撃は続いた。シュテルテベーカーの処刑から実に28年後である1429年には、 重要な貿易港であるベルゲンを2人エンブリューダーの一団が襲撃して略奪し、最終的に焼き払った。北海やバルト海の海上交易は1440年頃までリケデーラーの脅威にさらされ続けた。ありがとうございます。